それではですね、今回はコピーライティングについて、お話ししていきます。はい、まあ、マーケティングとはっていうことですけども、まあ、また改めて言いますけど、まあ、お客様を救うことです。で、お客様を救うことっていうのは、セールスですね。いつも言ってますけどね。で、コピーライティングの今日話をするんですけども、全て、セールスっていうところに、言います。まあ、要は物をね、ネット上で売る力ってことですからね、コピーライティングっていうのは。なので、このお客様を救うことっていう概念がまずないとコピーも書けないと。要はそのいつも言ってますけども、そのセールスをできなければ売ることができないですよね。で、売ることができるマインドができてないとコピーライティングも書けないということです。要はその文字で物を売るっていうね、ことですから、リアルで物は売れない人はネットでも売れないというような話です。直結します。で、いつも言ってるところですけども、ビジネスは、集客、教育、販売、この3つの流れから来てますね。で、Facebook はやり方とか、Twitter のやり方っていうのは、こう集客のSNS を使うっていうのは。で、今までは、SNS とか、ね、これはまあ検索エンジンとかですね。あとはまあリアルもそうですし、広告だったり、まあテレビだったり、まあ、雑誌とかね、まあ、そういうメディアみたいな、そういうふうに呼ばれるものです。まあ、集客っていうものをしてから、じゃあ次売ることですよね。とりあえずじゃあ、今日初めて来られました。なんか名前もう一回いいですか。平倉さんに、僕まだ何にもね、自己紹介も何もしてないけど、50万払ってくださいって言うと払います。いや、払わないですよね。だからそれ、こう教育ができてないからってことですね。いきなり、まあ、こう集客できたと、まあ、これお会いしたってことは集客したってことですよね。ただ、いきなり50万の商品を販売しても絶対売れないです。それなぜかというと、教育ができてないから。だから、ここで教育をしなければいけないですね。で教育っていうのは、今まで SNS で簡単な、一番簡単なシンプルなやり方で、今まで教えてきたのはメッセージのやり取りですよね。ここで、まあ、信頼関係を築いて、で最終的に商品を販売する、目的のところに誘導するっていうふうにやってきました。で、これでメッセージを何通か やるごとに、信頼関係を築いて、で、このカフェ会であれば、カフェ会に誘導するっていう流れですよね。カフェ会。で、この教育っていうところも、SNS で、賄えるというお話もしたと思います。で、SNS っていうのは、まあ、拡散とかですね、メディアっていう役割もするって言いましたね。もちろん新規の集客もできますけども、集客と同時に、教育もできると。 SNS 投稿とかね、見てると、あ、なんかね、例えば、このカフェ会でしたら、いつもカフェの投稿をしてたりとかすると、あ、この人はカフェなんかやたらカフェの会やってるなみたいな印象がつくと。それも教育入ってるわけですよね。その人友達になったら、 Facebook であればこう、ね、いつもタイムラインが流れてくるわけで、で、まあ、チラチラこう気にはなるわけですよね。まあ、その時興味はなくても、ただ毎回こうタイムラインに投稿されて、まあ、通知来ますよね。あとニュースフィード出てきますね、自分の一回友達になると。そうするとその人たちが、まあ、なんとなくこう見て、今日 Facebook で、これでわーって見てると、その人のところ来て、今日もカフェ会やってましたみたいな写真があったら、ああそっかみたいな、なるわけですよね。で、その時は行きたくはないかもしれませんけども、何かの拍子で行きたくなる可能性はあるわけです。だ、そこでその人がカフェ会をやってる思いをね、 SNS 載せたりとか、どれだけ楽しいかっていうことを SNS に投稿したりしていると、このカフェ会に行った方がいいんだなっていうふうに植え付けることができます。
ね、その人たち。そうすると教育が完成すると。でそこで、例えば今週カフェ会今週末開催しますって投稿したとしたら、まあ、若干気になってたんだけど、もう少し、詳細が知りたいとか、あとは、気になってたけど行くそのなんかきっかけがなかったとか、あとは、リンクをねこう貼ったとしてもクリックする勇気がないとか、なんか怪しいかなみたいな大丈夫かなみたいなあるじゃないですか。文の最後に言われるってあるとちょっとうんってなるじゃないですか。それを押させるのがコピーライティングっていうところですね。簡単に言うと、その背中を押してあげるっていう部分のところですね。でセールスっていうのも実際そうだと僕は思ってるんですけども、まあセールスもそう、セールスもいろいろなね手法を使ってね、心理的な、ね、トリックを使って、いろいろやり、まあ、これからもねこれから話していきますけども、まあ、そういうのを使って、で最終的にその人が決める時っていうのは、うん、どうしようかな、いいのは分かってんだけどな、でも高いしなみたいなね、いろんな言い訳があるわけです。ただそういうところで一番最後に、いやこういうことが、ね、これからこういうことが起こるから、こういうのがねやばいでしょうとかね、そういうリスクとかね、その上のモチベーションとかね、それもいろいろ揺さぶって最終的にやりましょうって言うと、分かりましたってなるわけです。だ普通にどうですかってやっても基本的にはみんな買わないです。だそのそれぞれね、集客教育販売っていうそれぞれにこういろいろなテクニックがあるわけですね。で今までお話ししてた SNS を使うっていうのはここです。基本的にはここの作業ですね。で今日お話ししていくコピーライティングっていうのはこっちの話です。では集めた見込み客をどうやって、販売していくのか、集まってきてくれた読者になってくれた一回でもつながりを持ってくれた人たちに対して、商品を販売する文章力を身につけるっていうのが、コピーライティングっていうお話です。いろいろね、これから、テクニック的なものを話していきますけども、基本的にこのセールスをするっていうところを認識していないとコピーも書けないです。さっきも言いましたけど、結局そのなんていうんですか、最終的にじゃあやりましょうってセールスを書けるわけですから、文章でもリアルでも同じですけど、その場合に例えば高額商品だったとして、30万円の商品だったとしてね、この商品があんまり微妙に良くないって思っていたらセールスできないじゃないですか、リアルでも。そこコピーライティングとかも同じで、本当にいい商品をお客様提供してお客様を救う行為なんだっていうのを認識した上でコピーライティングを書かないと売れないですし、クリックすらしてもらえないというような感じです。だからここが本当に一番重要ですね、何をするにしても。だ結局、ね、この集客教育販売っていうお話もしましたけども、そもそもビジネスってその商品売らなきゃ意味ないじゃないですか、実際ですよね。利益がないと意味ないし、その利益がなくてね、大企業とかで資本がある企業は最初利益なくてね、とりあえず無料でブワーってやって、で、まあ、アプリのゲームとかで言うとよく分かるんですけど、ああいう大手系の戦略っていうかっていうのは、まあ、無料でとりあえず配布しまくって、で結局月額課金とか、あとなんか最近の無料のゲームとかってね、すぐ課金の出てくるじゃないですか、ポップアップで。あ、やったことないです。あんまりやったことありますけど、ありますなんかそう、ここまでこの先は課金みたいな、あ、出てきたみたいな、なんかすっげえ強いやつたまにいるけどみたいな、なんだか絶対勝ててるじゃんみたいな、ね、そこでも課金せざるを得ないという状況に追い込まれるわけですよね。でもこれ同じですけど、流れ同じです。集客っていうのは無料で配布しまくるってことですよね。で教育っていうのはゲーム使ってまで楽しいと思ってもらって、で本当に必要だっていう緊急性が出てくるわけですね途中で。
もうちょっと強くなるには、これを突き込まないと絶対いけない場面が出てくるわけです。それはもう戦略的に組み込まれていて、でそこでポップアップが出てくるわけです。で今日限定でセールやってますとかね、いつもコインで 10枚100円だけど今日だけ50円とかね出てくるじゃないですか。そうするともう教育されてるからこれ買おうとクリックするわけです。それはもう同じです。そのアプリだろうがゲームだろうが高額商品だろうがカフェ会だろうがそれは同じことで、基本的にはこの流れビジネスで、一番最後のこの部分が、まあ、通常であればコピーライティングを学ぶ前であれば、例えば、5人に、セールスをかけて1人しか、制約しなかったところが、5人中2人になるみたいな、学んで、マスターすれば、まあ、こういうこと、確率が上がるっていうことですね。で確率を上げるために、学ぶということです。だから大前提としてはもう物を商品売らなければいけないし、お金をいただかなければいけないと、お金をいただかなければいけないということはそもそもいい商品だと思ってなければいけないし、そのいい商品を売ることによってその人を、まあ、ゲームさっきねアプリの話しましたけども、そのアプリの話であればいろんな多くの人にねその楽しいゲームを使ってもらって課金するかもしれないけど、それねその暇な人とか電車の通勤時間とか空き時間に楽しんでもらえればいいなって思って商品を作ってるわけですよね、その人会社の人たちは。だから最終的にはこの楽しんでもらうとか、化粧品であればニキビを直してあげるとか、あとはまあこの、ね、セミナー僕であればそのいろんなことを学んでその自分の人生生かしてもらうとか、ね、自分のビジネス生かしてもらうっていうそのあのこの元々のねものがあるわけです。なんかこれをしっかりと今一度見つめ直してですね、最終的に集客、教育、販売という流れは全てこのお客様を救うことっていうか、まあ、そのお客様のためにやっていることですというのをしっかりと認識してね、これからこの部分販売っていう部分の今確率を上げていくっていうことを今聞いているんだっていう意識でね、聞いていただきたいと思います。すいません、キャッチコピーって何て言われたら何て思います？短いフレーズでそういうインパクトがある表現。ああ、素晴らしい答えですね。まさにウィキペディア出てきそうだ。その通りです。で、なんか、まあ、たった30日で何々する方法とかね、まあ、こうキャッチーな言葉ですよ。こう引きつけるような文章をみたいな、ね、とりあえずこう注目さすみたいなね、興味づけですよね。まあ、新聞とか雑誌とか電車のね、つり革広告とか僕よく見てるんですけど、ああいうの見てるともうすごい声もすごいですよ。電車のつり革広告とかすごいですよね。思わずこうね見ちゃうっていうか、特にねゴシップ系とかね、なんだっけ、文集でしたっけ、文集最近そうベッキーでね話題の瞬間文集とかね、ああいうのこう見てるともうすごい見ちゃいます。で、ああいうのはこれってなんか事実を膨らまして書いてるっていうことで、実際には全然違えじゃんみたいなことが非常に多いです。それはなぜかっていう話をします。で、なんていうんですかね、このたった30日内にする方法とか、あとはそのこの前ライザップの話もしましたよね。ライザップの CM出しすぎだろ、お腹の中で。できたら、ビーみたいな。嘘でしょ、それみたいな。やりすぎでしょ、みたいな思うじゃないですか。でも、気になって、こういう話題でもなってるわけですよね。だからもう戦略としてはもう丸なわけですよ。それが史実かどうかっていうのは、また別の話です。とりあえず、気になってもらって目立つっていうのが、こういうキャッチコピーですね。だから、嘘ついちゃいけないですけども、
もう膨らましまくって、その気にならせるっていうのが、役目です。で、今セールスレターのね、あの話をしましたけども、大体このセールスレターの申し込みボタンの一番最初のところにこうやってね、あの一番最初のバナーがありますよね。で、ここにこういろいろキャッチコピーが入りますよね。これなんか化粧品であればなんか売上ナンバーワンなんとかなんとか、あのね、芸能人の何々さんが使った、なんとかなんとかの化粧品みたいなのがありますね。で、なんか下にこうちっちゃい米印でなんとか2013年なんとかなんとか調べとかね書いてありますけどそう、だからあのすごい膨らましてるわけです。実際はその、ね、なんとかカテゴリーナンバーワンと言ってるけども、実際こうね、大きな例えばコンテストみたいなのがね、あったとしますよね。コンテストがあって、例えば1万人の参加者がいて、なんかランキングをつけたとしますよね。で、このランキング大体何々部門、何々部門、何々部門ってあるじゃないですか。で、総合ランキングでは1位ではないとしても、この何々カテゴリーというこの下のカテゴリーですよね。この下のカテゴリーの、ね、この総合ランキングの何々部門で1位みたいなことですよね。でもそれをそのまま、なんとかコンテストの総合ランキングでは惜しくも全然ランクインしなかったけど、このカテゴリーだけは1位取りましたって書いてあったら欲しいですか？なんか欲しくなくないですか？え、なんか一回ダメじゃんみたいな。なりません？そうそうそう、なるんですよ。だからそれ書かないってことです。そういうのはキャッチコピーってことですよね。だからここ何々ランキング1位って書いて、米印総合じゃないけどねみたいな感じです総合ランキングでないですけどねみたいな、こういうね、セールセーターみたいなのを細かく見てもらえると分かりますけども、必ず米印かっこ書いてあります。うーん、だいたい。あとは、今2016年なのに2013年の調べとか3年前やん、このデータみたいなどんだけそのデータでやりくりしてんのみたいなそういうのは、そういうのは、ね、キャッチコピーっていうね、そのキャッチという部分です。だから、嘘はついてないけども、その反応率を上げるためにこういろいろな戦略を使うっていうことです。で、これは、これからね、SNS をやっていくときとか、まあ、ブログとかね、文章を書くときでも全てつながってきます。タイトル、最初ね、文章のタイトルとか、あとは文章を書く本文自体も書きますよね。だからわざわざ言う必要はないところは言わないで、めちゃくちゃいいところをめっちゃ出すみたいなそんなイメージですよね。だから全体的にそういう知識があれば文章も全部変わってくるってことです。だから、ちなみに例えばこの前の、まあ、生徒さんの一人でブログ書きましたって報告があったんですね。そのブログ記事読んだら、せっかくねキャッチーなタイトルつけてあげたのに、ブログのねつけてあげたのに、最初のね、これ全部最初のセールスのマインドにつながってくるんですけど、まあ、そのビジネスそんなしたことない人のサラリーマンの方だったんですけども、最初のブログにこれから、まあ、今までもちょっとブログやってたらしいんですけど、ちょっとね、これからビジネスのこと書きますみたいな、ね、記事を書いて、で、私はまだこのね、キャッチコピー作りましたけども、私はまだ全然実績もありませんし全然まだ実践もできていませんでも頑張って更新していきますのでよろしくお願いしますみたいな記事を書いたんですよ、その人。これ言う人なくないですか、別にっていうね確かに真実ではありますけども、せっかくいいキャッチコピーをつけてね、目を引くキャッチコピーをつけたのにマインドが弱くなったそうなってしまうっていう、そのバランスですよね。だから絶対に僕は最初にセールスの話をしたり、ああいう販売のね話を、お客様に喜んでもらうっていう、そのお客様を助けるっていうことをフォーカスしてないとそうなってしまうと。だって買ってもらいたいわけですよね。だっていい商品なんだから。まあこれはね、大前提ですよ。いい商品なのは当たり前ですよ、今から話すことはね。それって
だから売らなければいけないんですよ、逆に。売ることが、売らないと逆に、なんていうか、その罪です。売らない方が罪です。大丈夫ですか？思ったことあります？思ったことはないで、ないです。なくもないです。なくもないです。そこに行かないとね、なかなか難しいですよ。いろいろ売るのに、すべて。本屋さんの、ね、セールスの本とかね、買うと必ず書いてありますけども、まずはその商品を愛する。この商品必ず使ってもらわないと、もう無理みたいな。っていう人は大体そのセールスをね、トップセールスマンって大体そのマインドです。絶対売ってあげないともういけないと思ってるから、もうどんな手段を使っても売るわけですよね。訪問販売しようが嫌われようが愛しようがこう売りまくるわけです。セールスしまくる。それはマインド的にはその絶対いい商品だからもう使わないといけないと、もう俺が作ってあげるからっていう気持ちなわけですね。他の商品買うんだったらうち買わないと騙されるし、他が全然良くないよって思ってるから売れるわけですよね。まあちょっと話をそれましたけども、まあそういう事例がありましたので、皆さんはそうならないようにね、してください。